ちなみにその 210m ね、どれぐらいかっていうのはね、分かりやすくするのにね、歩いていきましょう。ノーカットでとりあえずちょっと出しますよ。よいしょ。ここからまあ確かにね、そのお伊勢さんとか歩き慣れてますんでね、我々は。だいぶあのそういうのに慣れてるんですけど、まあまあね、歩いたらいい距離でしょ。大和さんが、大和さんがなぜかそんなところでやってますけど、あの黒猫の大和さんね、またタイムリーなところにタイムリーないますね。あれ、そうそうやね、大和さんやね、うんうん、やっぱちゃんと大和さんなんでしょうかね。ここはまあ郵便局も来ると思いますけど、うん、あそこ先まで入りやんから、ここにあクール便まで、キルドまで持ってるじゃないですか。あらあら、え、もうお中元始まってましたけど、まだですよね。お中元は20日ぐらいからですよね。どうなんでしょう。まあ大変らしいですよ。なんかずっとお歳暮と中堅がずっと続いとるような感じっていうね、あの報告も受けております。あの流通関係の方からね、複数社ね、結構知り合いがいますね。まあ言うても5年ぐらいね、あの郵便局やってた範囲でね、まあそれなりにね、知ってる方もいますんでね、業界に、さあ、まあただ普通に郵便局で働いとったらそんなにあの横のつながりってないですけどね、その部署でも横のつながりないぐらいですからね、あの縦割りなんですげえ会社の組織は、ましてやね、なかなか普通にやってると多分佐川さんとかそんなに整形することもないんですけど、まあうちの場合はね、結構なんやかんやでね、交流ができるようなエリアというかね、そうそうそう、もう入ってましたしね、とまあまあ話もできる。綺麗なあそこからここまでですからね。いやー、やっぱ長いですよね。こんなところに日清戦争の、地元の方々の記念碑があるんですね。そうですね、台湾とジャンとハートね、有名なあれですね。日本には最高でした。下部屋が戻った。そう、なんか、大和職人が重要です。測って、記念碑を立て、50年上の生命記録で仕事に。そういう。なるほどね。こんなんもあるんですね。こちらですね、慰霊碑です。こういうふうに書いてありますね。